やあ諸君、ようこそ我が草薙パレスへ。今宵の豪華ディナーを君たちと迎えられるとは実に喜ばしい。その前に君たちに一つ頼み事があるのだ。ほらおいでなすった。やっぱりだぜ。俺たち5人まとめてなんておかしいと思ったら、やっぱり裏があるんだな。裏なんて大げさな言い方だな。おい和美、お前が副生徒会長なのは知ってたが、草薙について俺を裏切るとはな。裏切る？とんでもない。1年の時寮で同室だったお前を裏切るわけないじゃないか。俺は俺なりにお前を大切にしているつもりさ。だからこそここへ呼んだんじゃないか。ちょっと、僕の荒井君に慣れ慣れしく触んないでよ。何かな、志村君。僕の荒井君から離れてよ。三木丸。なんだよその笑いは。ずいぶん挑戦的じゃない。ああ、とりあえず詳しい話は演劇部部長のウグイス谷雪の城からしてもらうことにしよう。ごきげんよう。私がウグイス谷雪の城だ。実は今度の文化祭で清流高校50周年にふさわしい出し物として私の案が採用された。そして君たちにここへ来てもらったわけだ。能書きはいいからさっさと本題に入る。そうだ、俺は豪華ディナーのためにおやつも食わねえでここに来たんだぞ。さっさと用を済ませて飯食おうぜ。飯、そうだよ、まだ何も出てきてないじゃん。じゃ本題に入ろう。実は我が演劇部で密かにリサーチをしたところ、内外問わず君たちはとにかく目立っているということが分かった。目立つ？どういう意味でだ？個人によって違いはあるが、まあ君の場合は副業でモデルをやっているという点が目立つ要因だった。ねえ、僕は？志村君か。君の場合マスコットにしたい男ナンバーワンだ。マスコット？何それ。でだ、その注目されている君たちに文化祭で公演する予定の主役を演じてもらいたいと思い、草薙会長に申し出たところ、二つ返事で了解を得た。素晴らしい案だったからな。我が文化祭実行委員会は全面的にプッシュする。そしてこの芝居のために3億の予算を出す。3億だって？そうだ。でどんな芝居をしようって言うんですか？若草物語。若草物語？冗談じゃねえぜ、俺は抜けた。悪いが俺もだ。お俺もちょっとつれえかな。そうですね、僕も遠慮します。その行きまろう。はい。どういうことなんだ？別にそんな珍しいことじゃない。ダトシアナかよ。ダトシアナなんて臭すぎねえか。おい、用意しておいた仕掛けが役立ったようだ。うるせえ、そんなもん用意するな。おい、ちょっと答えてください。私もバカではない。お前らの行動などお見通しなのだ。どうだ、参ったか。そこでゆっくり考えることだ。ふざけんな。暴れてるわけじゃない。
何もかもが計画通り、全ては私の思うがままなのだ。しかし会長、ここで気を抜くとまた失敗なんてことになりかねません。何事も慎重。うるさい。相変わらずお前というやつは。まあまあ、住田さんは会長を心配して言っているのですから、分かってあげてください。大丈夫、きっとこの計画はうまくいきます。手配も全て万全。彼らがどんなに抵抗しようと、最後に笑うのは我々なのです。そうだな、楽しみだ。